やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。10月3日楽しみにしてます。俺も楽しみだよ。もう言うてすぐだからな。動画作るのめっちゃ時間かかった。編集はニックで、まあ俺が監督みたいな立ち前かな。で、こういうところでこういうの入れたいなーとか、全部俺が言って。で、このさ、このカットあるじゃん。もうこの一瞬のカットとかがむずくて、俺は絶対これやりたかったの。20分ぐらい格闘した。ここ。ここら辺はもうニック単独だね。これはニックが後で持ってきてくれた素材を、これ入れたいから頼むっていう感じで。なんか VR チャットってさ、俺、もともと映画とかドラマとかすげえ見るから、アニメとか。そのオタク的演出をね、VR チャットの中で再現できるんだよね。それがいいわ。俺の中の妄想を再現できる。VTuber のオタライブ企画は進んでる。バカ進んでるから。でもすげえものができてるぞ、今。今すげえものができるからみんな待っとけ。いや、ハードルぶち上げといて OK、これは。ハードルぶち上げといて。で、近々その、お客さんもオーディションするんで、興味ある方は。俺ね、女の子の、その VR チャット配信者はね、結構おすすめに流れてくるから見るようにしてんだけどね、最近注目してる子はね、裏ボスちゃんだね。結構活動がね、面白い。なんかいつか配信一緒にしてみたいなとかも思ってる。やばいの分かったと思うんですけど、大丈夫ですか？引き返すなら今ですよ。こんな時、この時も、2回言いましたね、おしゃぶりしてるわ。ことだから次に、いや今日グヨーマンにそれか考えたんですよ。これポーション作ってみたやん。海苔を取る。あ、米がさ失敗な気するわ。いや言い訳ですねそれ。あ、もうこれで。海苔が再利用なんだよな。最近の俺の注目株。よーし、VR チャットちょっとやるか。いなくね。ちょっと街が発生するのか。会話デッキちょっと見てみるか。はい。VR チャット以外では何して遊んでるの？YouTube はいつも何も見てる。いつも VR チャットで何してるの？なるほど。うわっ！こんにちは。こんにちは。今配信してます。スタミさんですよね、はい。あ、そうです。スタミと言います。ちょっと泳いでみてもらっていいですか？いいですね、そのアバター。ずっとそれですか？昨日始めたばっかりで。いや、そうなの？もらいましたね、このアバターを。何きっかけで始めたんですか？もともと YouTube で、うん。動画で出てきていて、うん。やってみようかなと思って始めましたね。おー。いいですね。誰の動画を見たんですか？できるみたいです。目の前にいる人ですね。あ、そうだよな。嬉しいことだよ、非常に。よかったよかった。最近そういう人がめっちゃ多いみたいで、僕としても嬉しいです。でも、一発目に渚なんて結構勇気があるね。こうだと1対1で話するみたいなんで。だと結構、複数に人がいるんで。あ、こっちの方が敷居低いんだ。言いづらいから、僕にとっては敷居低いって感じですかね。結構話した？いろんな人と。結構話しましたね。なんか、すごい人もいれば、優しい人もいれば。ね、すごいって。ちょっと圧が強い人がいるの？今、配信されてておっしゃってましたよね。はい。話したら多分、配信できないぐらいやばい人が。何？そんな人がいるの？一切なかったですね。一切な。裸だな。ゼロらしいわ。お、はじめまして。
混むのすか。そうですよ。え、就活中ですか。何ですかそのボタンは。そうっすね、就活中っす。結構普段から渚に入り浸ってるんですか。そうっすね、すっかりハマっちゃったんすね。ハマっちゃったんすよね。最近よく言ってます。やっぱ敷居が低い。え、やば。え、敷居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 、好き。なんかやばい人とか出会った。あ、でもたまにいますわ。確かにいるでしょ。ちょっと癖強めの方とか。いや、ちょっとこれこうした方が安心するんで。かわいいな、頭でっかち。やまた使ってみていいですか、この会話デッキを。この頃の将来の夢は、うわ、俺はね、ポケモンマスターになりたかったんだよね。うん。典型的っすね。典型的かな。親に小学生の時から、うん、あの、大学2年生になったら俺家出てポケモンマスターになるねって話してたんだけどさ、あの、大学生にならなかったわ。うん、悲しい。ごめんなさい、笑っちゃった。うん。まあ、そもそも大学生にならなかったから、びっくりしちゃった。もうちょっと聞いてあげたかった。はじめまして。はじめまして。配信してます。プライヤーで大丈夫です。プライヤーさん、プライヤーさん、ちょっとグラマーすぎるな。ちょっと下げます。ちょっとグラマー下げれるんですけど。何してグラマー下げ。このグラマーさで大丈夫ですかね。そうくらってちょっとお願いして。マックスグラマーは、マックスグラマーはさっきのっすね。これがマックスグラマーっすね。さっきのでやる、いるなよ、普段から。夢はでかくないとよくないじゃないですか。まあそうだな。ちょっと控えめでお願いして、ごめん。俺には刺激が強いわ。わあ、わかりました。申し訳ない。はい。女の子のボトルでそこのサイズ変えられるんだな。え、しかも買ってないのこれ。これサンプルですね。あ、サンプルで変えられるんだ。あ、始めたばっかなんだ。だいたい1週間ぐらい前ですね。ああ。最近始めた人めちゃめちゃ多いな、マジで。今日会った人、プライヤーさん、はい、合わせて3人目なんだけど、みんなあれだった、はいはい、新規の人たちだったよ。なんでなんだろうな。なんでなんですか。なんでなんだろう、俺もわかんねえな。配信は何してるんですか。配信、なぎさとか普段雑談配信とかしてるんですよ。よかったら見てください。はいはいはい、いいじゃないですか。スタンミーですね。はい。スタミ。あ、了解です。見てみてください。最近 VR チャットの企画とかもやってるんで。おー、でかいっすね。ありがとうございます。あ、こんにちは。こんにちは。はい。スタミと言います。配信ですか？あ、今配信してます。あ、聞いたことあります。あ、本当ですか？なんてお呼びしたらいいですか。一人でお願いします。一人さん、いつも一人だから。友達いないです。それはなんだろう。今友達を作りに渚に来てるの。じゃあ、あ、そうなんですよ。2ヶ月間ずっとこもってます。2ヶ月。はい。それなんか自己解析とかした。その友達ができないのなんでなんだろうというか。いろんな人に聞きましたよ。どうだった、なんて言った。見た目が原因とか言われたんですけど。見た目が原因とか言われました。そんなことないなと思うんです。そんなことないなって思うの。いや、他に何が原因があると思ってんの。見た目は自分の中で問題ないでしょ。やっぱ自分から話題を触れないのが原因かな。あ、じゃあ今回練習してみましょう。あ、いいんですか。いいですよ、僕を存分に使ってください。話を振ってみてくださいよ。趣味は何ですか。まあでもそれでもいいんじゃない。上級者はもうなんかどうやって話なんかもう目についたものを話題にするのよ。え、その時計かっこいいですねとか。あ、そんな眼中になかったそんなの。確かに分かってきました。ちょっと理解できてきた。ちょっと俺に質問振ってみて、次からちょっと答えてみるわ。
好きな食べ物とか何ですか？好きな食べ物ですか？もう29歳なんだけど、ベロがめっちゃ赤ちゃんで、はい、グラタンとかオムライス、はい、もうそういうのが大好きなんだよね。あー、いいっすね。そうなんだよ、ずっと変わんないね食べ物。俺食べ物飽きるとかもないから、誕生日になったら母さんにめちゃめちゃでかいオムライス作ってもらってさ、3人前ぐらいの、1日は食い切れないので、冷蔵庫にしまっといてさ、もう何日も何日を分けて食うんだよね。そんぐらいオムライスが好きだから、もう地球が滅亡するってなって最後に食うのはオムライスかな俺は。どうですか？すごいですね、逆にこの質問だけでこの質問だけで興味ある、興味、俺の食べ物本当に気になった？気になんないです。気になんないよな、喋ることがないし。うん、気になんないだろ。お前が本当に気になってること、今50秒間でちょっとひねり出してみ。何でもいい、何も考えない、逆に何も考えな、考えな。今日何時に起きましたか？絶対気になってないよな。いや、気になってます。なんで気になるんだよ、言ってみ。それは気あれ気になるからです。分かった。今日は起きたのは11時に起きました。昨日東京ゲームショーでちょっと、はい、あの出てたんで、疲労が溜まって爆睡してて、はいはい、そんなすごい方なんですか、出るぐらいまで。そうなんですよ、昨日出させていただきました私。お疲れ様です。はい、11時まで。逆に何時に起きましたか？今日は7時に起きました。お、早起きじゃん。はい、学校で休みします。貴様、あれ違う人だ。うわ、ちょっと待って、ここ、うわ、配信してます、ちょっと待ってくださいね。あの動画見たことあります、こんにちは。ありがとうございます、嬉しいです。はい、あ、はい、はい、すいません、すいません、ごめんなさい、ごめんなさい。はい、はい、いただきます、いただきます。あ、飲まないだ。あ、どうもどうも、あ、どうもどうも、あ、どうも。何の動画見てくれましたか？最近見たのは、運動会のやつ見ました。嬉しい！ちゃんと見てくれてるじゃん。リレーのやつかっこよかったです。ちゃんと見てくれてるんだ。嬉しいな。VR やってる配信者の人見てます。あ、そうなんだ。運動会見てくれて嬉しいわ。はい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 、最近やってたね。はい、オトジャさん、俺はね、俺全く違和感なかったんだけど、女の子アバター実装したオトジャさんのツイートのリプ見たんだけど、はい、なんかね、怒ってる人が結構いてオトジャさんがなんか女の子になると思ってませんでしたって怒ってる人がいて俺びっくりしちゃった。俺ブックマークしたもんね、そのリプ、おもろすぎて。バビ肉嘘ゲロってなりますね。気持ちはわからんくはないかもな。やってみたらいいのにね、そんな怒る前にさ、 VR チャットの世界ね。そう、自分ではない何者かになれるっていうのがいいところなんだからね。でも私、人のアバターがないんですけど、自作したのがあって。1ヶ月頑張って自作したんですけど、すげえ見たい。人から見ると動いてないらしいんですよ。それでも見たいよ。なんで聞き1ヶ月頑張って作った力作をちょっと見してよ。動いてないと思うんですけど。うわ、 T 字だけどすっごいアバターだね。これ完成させた方がいいよ。頑張ります。これはいいぞ。ユニティ嫌いです。またお会いできたら、またはじめまして。はじめまして、スタンミと言います。今配信してます。今踊ってましたよね。今下向くな、下向くな。かわいいアバターだな。メタクエスト短期だったりとか、スマホの方だと、あの他のだと見えなくなっちゃうので、これにしてるんです、今。そうなの？
普段使ってるアバターが PC 限定なので。あ、じゃあ俺今 PC だからちょっと見してよ。おーすごいじゃん。見えました。おーすごいじゃん。こんな感じになってます。それ歯はどうなってんの。うわうわうわ、スプリットタンだね。そうです。え、これ作ったの。これはほとんどはそのデフォルトの売ってるやつを買って。そうなんだ。壁出てるな、これ。怖くてかっこいいお姉さんが好きで。あ、そうなんだ。ド M なの普段。いや、ド M じゃないです。殴られたいですけど。ド M って言うんだよ。え、もうごめんごめんね。ド M、え、ド M なんですか。あ、ド M じゃないです。殴られたいですか。はい。踏みつけられたいですか。罵られるのも好きです。はい。ド M ですか。いや、違います。どうも、こんにちは。こんにちは、スタミと言います。見させてもらってますよ。あ、本当ですか。ありがとうございます。デスクトップだ。そう、デスクトップです。まだ。うわ、せっかくそのアバター可愛いのに。いや、欲しいんですよ、自分も VR 環境。でもつい最近、ね、あれだよ、環境が環境で。何、環境が環境。実家のリビングなんすよ。うわ、わかるー。俺ももともと実家リビングなんで、配信を実家のリビングでしました。強い。いや、親がね、友達とゲーム中とか喋ってると茶化してくるんですよね。あー、なるほどね。じゃあ VR なんてやったらもうまさに茶化されるわ。まあそうなんですよ。だからやれなくて。でも怒られるとかじゃなくて茶化されるってのはいいね。そうですね。でもある意味怒られるよりもきついものが。俺の部屋自体あったんだけど、そのパソコンをリビングから俺の部屋に持ってっちゃダメって俺が言われて、逆に部屋にパソコン持ってっちゃうとお前本当の引きこもりになっちゃうから、せめてリビングにパソコンを置いてそこから配信しろっていう。自分もあんた自分の部屋にパソコン持ってったら出てこなくなるじゃんって言われました。あー、似てるじゃん。同じ境遇の人初めて会ったかもしれない。自分もまさかこんないろいろ似てるとこがあったなんて。そんなねえ。ありがとうございました。お疲れ様でした。この時間から配信したのは久々だな。また配信します。さようなら。バイバイ。